始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タラバコウジのアンドです。今回も面白そうなゲームを見つけたので遊んでいきたいと思います。それはこちら、黒すぎブラックチンチン高速ですね。なんというゲームでしょうか。早速遊んでいきましょう。皆さんの学校にも一つは当てはまるブラック高速があるのかもしれません。それでは早速いきましょう。スタート。それじゃあステージ1、3人の女子生徒いきましょうか。そこ眉毛を剃っているな。その生徒はどこだって。あ、3人のどれだろう。あ、短いボサボサ整えてるこの子だね。間違いない。これさ、よくわかんないけどさ、なんで眉毛剃っちゃダメなんだろうね。高速、眉毛を剃るの禁止。バレちゃった。だってなんでこれ禁止なんだろうね。確かに自分が学生の頃もこうだった。眉毛は剃るなって言われた。理由がわからない、これに関しては。間違いなくお前も抜いてるだろう。その生徒はどこ。抜いてる。あ、こっちね。明らかに短いからってこと。眉毛を剃るのも抜くのも禁止。は、抜いてねえし、生まれつきだし。やべ、ドキュンに絡まれた。これ非常にまずい。勝手に着てくるんじゃない。え、あ、こっちか。このあれ。ベスト、ベストはあんまいなかったかな、うちの高校では。おばあちゃんのか。お前お前お前、ごめんね。いくらでも着てきな。片身だったら着た方がいいよ、間違いねえ。ステージ2、プール。そこ、なぜ赤じゃない。え、あ、これか。確かに黄色キャップだね。これ非常にまずい。学年別の水泳帽を着用すること。色分ける必要あります。だって、まあ、確かにこれ先生どんな気持ちなんだろうね。こんなこと言われたらさ、グーの音も出ないもん、きっと。間違いなく。お前らしっかり書いてこい。その生徒はどこ。お前らって言ってたよね。え、あ、この胸のこれ、あの白いあれでしょ、きっと。スクール水着には大きく名前を書くこと。ダサいから書きたくない。うわ、懐かしい、あるあるだわ。書くよね、ここに3年何組何々ってね、でっかく書くんよ。確かにこれ当時は俺何も思ってなかったけど、言われてみればクソダサいか。確かに。プール掃除。ほう、だらしない格好するんじゃない。だってだらしない格好てか際どくない。さっきからずっと思ってたけど、何このほぼ丸見え制服、これえぐくない。絶対これでしょ。やっぱり制服を着崩してはならない。スカート濡らしたくないんだもん。下は水着だしいいじゃん。だって、あ、なるほどね。でもこれ確かに男子生徒大喜びだから、僕はねぜひともやってほしいね。推薦する。あ、なんだお前、なんだその頭は。って、え、こいつ、あ、違うんだ。さすがにめっちゃ激怒してたけど、頭こっち、これ金髪地毛なんですって言われたら何もできないよ。これ髪を染める行為を禁ずる。染めてないです、脱色。あ、なるほどね。太陽光で、太陽光で脱色したってことか。ならワンチャンあるか、可能性。確かにそこも考慮しないといけないわ、今の世の中。きっとそういうことね。お前短すぎるぞ、スカートかな。さすがにでもこんぐらいでいいんじゃないでしょうか。別にスカートの長さなんてね、短ければ短いほどいいに決まってんだから。高速、スカートを短くしてはいけない。違います。めちゃくちゃマインドギャルなんだけど、だるこいつ。先生側からしたらもうたまったもんじゃない。ガキだな、クソガキがって思う要素全部兼ね備えてる今のところ。あれ、パンチパーマ禁止じゃないの。これ生徒なの。これ俺先生だと思ってたんだけど、ずっとパーマ宿毛矯正を禁ずる。バカモン、俺は先生だぞ。ついに来た来た、権力があるものが権力を振りかざす構図ですよ、これが。ムカつくわ。いるよね、こういう先生一人は。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また、概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。